大人気の台湾パイナップルの隣には台湾マンゴーが入荷いたしました。すごく美味しそうな色してますね。皆さんこんにちは。今回は暑い今の季節しか味わうことができない台湾マンゴーのアーウィンマンゴーをご紹介させていただきます。こちら数ある台湾マンゴーの中でも人気の品種で、甘さと香りが濃厚かつ滑らかな食感が特徴です。台湾の太陽の恵みをいっぱい受けて美味しく育ったマンゴーです。では早速切ってみましょう。こちらのマンゴー、種が真ん中に平たく入ってるんですね。皮をよく洗ったら3等分します。種を避けて3枚に切る感じです。おそらくこの辺りに入ってるので切っていきます。いい香りですね。見てください、この美味しそうな色、まさにトロピカルフルーツの色ですね。ではこのように3等分したら斜めに切り込みを入れていきます。この時に深く切りすぎて皮を貫通しないようにするのがコツです。斜めに入れたら今度は反対側もこのように格子状に切り込みを入れていきます。そして皮の中心部分をちょっと押さえてあげると、はい、よく見る写真のやつですね。このようにカットすることができます。こんな感じでお皿に盛り付けるととても可愛いですね。ちょっと食べてみます。いただきます。うん、まさに南国の味です。マーベラス。滑らかな食感ですね。とっても甘いです。このまま食べてもいいんですけれども、今回はパフェも作ってみようと思います。やった。はい、こちらですね。パフェが作れそうなグラスに、まずはコーンフレークみたいなものを入れていきます。私の家にやっぱグラノーラを入れます。フルーツがいっぱい入ってる。普通に何でもいいと思います。コーンフレークだと。はい、入れましたら次は、ヨーグルト入れます。ヨーグルトも、お好みのもので。マンゴーの甘みが強いんで、なんかこう酸っぱい糖分が入ってないようなヨーグルトでもいいと思います。それでこちらの可愛く切ったマンゴーを切っていきます。すごい果汁が多いですね。こんな感じです。もうこれだけでも美味しそう。アイスクリーム入れていこうと思います。はい、ハーゲンダーツクリーミージェラートマンゴー&パッションフルーツというアイスを買ってきました。私ハーゲンダーツ大好きなんですよね。よく学生時代にテストが終わったら自分へのご褒美にハーゲンダーツを買ったりしてましたね。特別感があるアイスですよね。でマンゴーの上に重ねていきます。そしてまたコーンフレークを入れていきます。本当は台湾で大人気の台湾マンゴーのかき氷を作ってみたかったんですけど、かき氷を作る機会がなかったので、いつか台湾に旅に行った時に台湾マンゴーのかき氷食べてみたいと思います。グラノーラの上にも
さっき切ったマンゴーの残りを盛り付けていきます。味は良いです。はい、でまたちょっとマンゴー切るんですけれども、この種の部分もちょっともったいないので切っていきます。マンゴーは世界に約500種類以上もあるそうですよ。こんな感じでマンゴーの種はすごい白くて平べったいですね。こんな感じの種が入ってました。ソースとかにしてもミキサーでソースにしてもいいんですけど、そのままちょっとパフェに盛り付けようかな。でこっちのマンゴーはちょっと皮を切って薄切りにしていこうと思います。いくだけですごいトロピカルな香りがしてマンゴー気分ですね。はい、こっちは薄切りにしました。なんかタルトとかにのせても綺麗でしょうね。はい、では切ったマンゴーを盛り付けていきましょう。さっきの種周りのところもここに追加しちゃいます。種周り結構甘いんですよね。おぉ、もりもりなっちゃった。美味しそうができてます、ね。ちょっとヨーグルト入れて。細切りにしたマンゴーを盛り付けていきます。はい、上から見るとこんな感じです。ちょっとお花みたいな感じで盛り付けてみました。ここに。ホイップクリームを惜しみなく、エクセレント、絞っていく。やった、台湾マンゴー、マウインマンゴーを使用した台湾マンゴーパフェの完成です。うわー、美味しそう。では早速パフェ食べていこうと思います。いただきます。台湾マンゴーとヨーグルトとホイップクリーム、めちゃくちゃ合いますね。こんな贅沢なことしていいんじゃろうか。うーん、おいしい。マーベラス、太陽の恵みパフェかな。はい、皆さんいかがだったでしょうか。台湾マンゴー、とっても濃厚でクリーミーで甘さも優しくて、まさに太陽の恵みなフルーツです。すごく季節限定のフルーツなので、店頭などで見かけたらぜひ一度食べてみてください。パフェももうすごく自己流で作ったんですけれども、もうとても美味しかったので、皆さんも自分流にアレンジして作ってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。はい、今回は夏ということでちょっと怖い話をしたいと思います。 A 君は一人暮らしでトイレが非常に汚かった。そんなある日、 A 君は友人に勧められてブルーレットを置くだけを買い、その日は設置してそのまま寝た。次の日、起きてトイレで小便した後に流したら、青色の水がわーって便器の中に流れていって、とっても綺麗になった。良い匂いもするし、やっぱり買って正解だったな、というお話です。皆さん、このお話の意味がわかりましたか？それではまた次回の動画でお会いしましょう。
最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いします。